7月にオープンしたばかりのシマウマ大飯店。店内に入ると海外を思わせる色鮮やかな照明が出迎えてくれます。まあ、日本酒と中華料理をまず楽しんでもらうという、今までなかった新しいその文化を仙台でという形でやっているお店です。中国料理と日本酒のペアリングを楽しむ斬新なコンセプト。そんなシマウマ大飯店の看板メニュー麻婆豆腐が五感を刺激します。豆板醤を3種類違うものを入れて深みであったりコクを出して、濃すぎず薄すぎず、そのバランスが一番大事なので。食材が増えるにつれ高まる中華鍋の音。そしてここで他にはないある意外な食材が登場します。うちの麻婆には黒納豆が入ってます。その食材とは黒納豆。中華料理も発酵の調味料を使うので、合わせてみたら非常に合うので、日本の発酵しているものを加えることで馴染み深いというか、他のお店では出していない麻婆豆腐を作り上げられたのかなと思っています。意外な組み合わせが起こす化学反応。麻婆豆腐が鉄板に流し込まれることで響き渡る美味しい音。中国料理独特の刺激的な香りが食欲をかきたてます。麻婆豆腐の程よい辛みと黒納豆の甘みが合わさり、奥深い味わいを楽しめます。共に日本酒を一口。そのイメージしてもらいやすいのは、炊きたての白いご飯を食べてる感覚で飲めるお酒、それとうちの熱々の麻婆豆腐を合わせて食べてもらえると、また違う日本酒と中華料理の合わせ方になっていくんじゃないかなと思っています。気になる味覚は皆さんの舌でお確かめください。